どうも皆さんこんばんは。こんばんは。始まりました、はい、投稿会談会でございます。ありがとうございます。こんにちはパターンとこんばんはパターンのその違い何なんですか？全く定まってないです、でも見るのは絶対こんばんは、こんばんはなのよ。だけど七不思議チャンネルってどうも皆さんどうもこんにちはって始めてるじゃん。あ、そうやね。そうで、今日は一番最初に、おしゃべりした時こんにちはって始めてるから、こんにちはって言ってるね。で、いつもでも投稿会談会もあんま決まってないんだよね。決まってない、確かに。そう、伏見須なのかね、どっちかチャンネルもあれだからっていうところで、まあ、いつも皆さんをやきもきこんにちはこんばんはね、ふわふわとね、ふわふわしておりますけれどもね、だいたい皆さん見てるの、皆さん見てるのでもお昼の方もいるよね。あ、いる ね、昨日のやつ今見ようの人もいるし、リアルタイムで見てる人もいるだろうみたいなところ。やっぱり何かしながら聞いてくれてることが多いらしいですね、投稿会談会なんかね。そうですね、ツイッターとかでもよく見かけますけど、そう、なんかね、ぶどう園をされてる方が、ぶどう園の方見てくださってますよ、これ、ね、ありがとうございます。なんか作りながら、作業しながら、しながら聞いていただいたりとか、ものすごく嬉しいですね、それはね。嬉しいですよ。だからなんかその植物にクラシックを聞かせると、なんかそのよく育つとかあるじゃないですか。はいはい、ありますね。ブドウに投稿会談会を聞かせると、どう育つんだと。だから目が出てきて口が出てきて、いや、オカルトブドウやないかそれ誰が買うねんそれ。ガップリンみたいな仲間になるようになったよね、ファミコンの時、ね、最初は仲間にならなかったんだけど、スーパーファミコン版だったら仲間になりましたけどね、中盤まで活躍するんです。そうなんですよ。でもレベル20までしか上がんないから、そうそうそう、あんま使えないんですよね、ガップリンはね今回もゲームの話をね、導入しましたけれども、ブドウはどうですか？好きですか？果物食うの？野菜食わへんけど果物は食えるんですか？だから果物大好きですよ。大好き？大好きですね。ブドウも好き？ブドウ好きですよ。何が好き？何が好き？果物で。あ、いや、果物で一番好きなのは、これはね、ジュースと実際がまた違うんですよ。ジュースは完全にパインです。実際はパインそうでもない。実際のパインはなんか以外がする。いや、アレルギーやそれ。多少の。なのかな。そうそうやで、そうやで。俺もメロンそうやもん。メロンめっちゃ好きやけど、下ピリピリするから。俺じゃあそうだと思う。いっぱい食べれないんですよ。みんなはしないの？いや、結構多いです。パインとかメロンとか、ね、あれするよね、はい、俺だからそうなんですよ。だから1位にはなれないんですよ、ジュースだとそれがならないから、あと、みかん、みかん、あ、みかんなん、みかん好きですね。あ、みかんなんや。だから送ってもらってるんだよ。あ、そっかそっか。ノブさんのほら、ね、はい、関係性のある人に、ね、関係性のある人って妹だよね妹の旦那さんとかそういうのね、そう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 、そう送ってもらってるんですよ。あ、そうなんですね。大好きみかん。何が一番好きですか？僕めんどくさいんですよ、果物。え、何が？剥いてく売ったりするのが。で、みかんも剥いてくのめんどくさいし、もちろんもちろんもちろん。で、ぶどうも一個ずつこうやってくるのめんどくさいんで、うわすごい。食わないです。食わねえのか。食えよお前、めんどくさくない？だから剥いてくれたら食いますよ。なんか提供するときに。だから俺ブドウ食うときもすごい美味しいんだよって言われて、食わなあかんとき、ブドウの実全部出すんです。うわー、わがまま、早く読めで、スプーンで食うんですよ、フォアグラみたいにブドウ。いや、三大珍味で例えるな、ブドウを。おもろいけど食いから。ちょっとじゃあ行きます。はいはいはい、はい、ポポさんからいただきました。ポポさん、ありがとう。アイスクライマーのね、デルッ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 、そんな音だったと思うけどねウィーンウィーンって言ったら上がりますから、ね、そんなポポからいただきました。ありがとうございます。これはアイスクライマーの白いクマについて。やっぱポポやないか、あいつ上の方でね、サングラスをかけた白いクマの話なんですけど、あいつが、あれだ、あ、ペンギンだ、あの一マスを埋めちゃうのはアイスクライマー名作ですからね。そうなんです。放課後にね、高校の時ですよ、はい、2人で友達と、パソコン室で検定の勉強をしとったと。ああ、なるほど。で、もう途中で飽きたんですよね、で、小中学生時代にそれぞれの学校で流行った怪談をし合ってたんですって、飽きたから。面白。で、その怪談をし始めてると、突然カーカーってカラスの鳴き声が耳元に鳴かれたかと思うくらいの、思うくらい、こう耳元で鳴かれたと思うくらいの音量で、カーって聞こえたんですって、で、うわーってなって、なんでカラスの声がこんなんびっくりするみたいなって。そんなもんね。いや、私はあんたの声にびっくりしたよ、カラスの声なんてしてないしって言われて。マジか。何何何何って。やばいやばい、絶対聞こえたんだけど、カラスの声って。
でもう猫荷物まとめて一緒にもう出たと怖いから、はい、というのも友達に聞こえていないだけでも怖かったんですが、季節は冬が近づく秋頃、うん、私が住むところは北海道なので窓を開けることもなければ、はい、窓も二重になっていて、はいね、聞こえようがないんだ。カラスが止まる木とかもないんです、うん、なるほど。だから泣いてもそんな大音量で声が聞こえるわけがないんです、怖いね。そして帰りのバスを友達と待っていると母から電話がかかってきました、うん、はい、内容は今さっきあんたがいつも使っているお茶が勝手に割れたんだけど何かあったって言うんです。タイミング的にもカラスの鳴き声がした時と同じぐらいだったので、はい、その話をしたところ、うん、私は幼少期にまるで幽霊が見えているような言動をとっていたこと、はい、私自身は覚えてないんです、うん、が あり心配をして降りるバス停まで、お母さん迎えに来てくれました、うん、で無事合流して家までの帰り道、先ほどまでの話を再度しながら歩いていると、うん、コツンと上からつま先の方に何か落ちてきて当たる感覚があって下を見ると、はい、10円玉が転がっていました、うん、私は定期を使っているので基本的には家に直行して帰るタイプなので小銭は持ち歩いてないんです、うんうんうん、入れていてもリュックの中なのでありえないんです、うん、何これと言いながらとりあえず拾ってまた歩き始めるともう一度同じことが起きました。何それ、うん、というのが私の起きた出来事なんですが、私には聞こえていなかったあのカラスの声は何なのか、うん、お茶碗が突然割れたのは偶然なのか、地面に元から落ちていたわけではなく落ちてきたかのように当たった10円玉は何なのか、うん、謎だらけなんです。なるほど、これはポポが考察をして欲しがってますよ。カーって泣いた声、うん、もちろん、はい、そうだとおぼしきね、はい、存在だとしましょう、うん、残りの2つの起こった出来事も、うん、その鳥がやろうと思えばできることなんですよ、うん、お茶碗を落とす子だって別にその造作もないことだし、うん、10円を拾って上から落とすことっていうのもやろうと思えば鳥だってできるなとは思いました。だからなんだろう、でもここで泣いたこととお茶碗のことっていうのは同時に起こってるから、うん、どっちにこっちにいてこっちのことはできないとか、でもそういう理屈がこういうのは通じるのかとかもちょっと思ったりするんだけど、うん、だからカラスに縁がある方なのかな、わかんないけど、ポポさん自身がね、うんうん、よくなんかその人の後ろには動物がついて守ってるっていう例もあるから、うんうん、その中で言うと、うん、こんなことやってたら、うん、怖い話とかそういうのをしてたらダメだぜみたいなことを、よくないで霊を呼ぶぜみたいなので、なんでスギちゃんみたいな全然呼ぶぜ、全然そういうのないけど、いやワイルドだろうって言ってで過ぎちゃうみたいな、うん、逆守りガラスだったのか分かんないけどね。いやまあまあまあ、いやだから俺はもう早く帰りなさいの警告だと思うんですよ、うん、あーって言うたら、はい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 、ビビらせて帰らせようっていうことだと思うんですよ、うんうん、で、うん、なぜなら茶碗が割れてたから。はいはい、なるほど。茶碗が割れてるとは紐づいてるんですけど、俺多分茶碗の方が先な気するんですよ、うん、割れたこと、はい、なるほどね。でそれをなんか守るやつがもうこのままいてると茶碗が割れてるから不吉なことが起きるんじゃないか、悪いことあるよみたいな、帰らせようカーッつって。なるほどなるほど。で帰ったからまあよかったね、助かって、これでうまい棒でもいっぱいなっつって10円20円賞味くれたわけだよね、お母さんの分もっつって、ね、いやそう、まあ、そう考えると全部は合うね、うん、1個1本ずつ食べる、チーズ味かーっつっていやいやいいだろチーズ味美味しいだろ俺好きだしみたいななるほどね。なんかその逆パターンかなと思うんですよ。逆パターンっていうのもおかしい、まあ同じ時間で起こったことかもしれないけど、そうそう、知らないけど、うん、茶碗の方が先で不吉なことがある、うん、これから先、はいはいはい、だから何かが帰らせてくれたみたいなね、カーっていうね、そのカラスなのかは姿見てないんで、まあそうだ ね、まあだからすごいな、まあなるほどなと思ったのは、うん、その実際に靴紐がなんかね、なんか急にほどけたり、はいはいはい、下駄の鼻緒が切れたりっていうこととともに、はいはいはい、うん、昔ね、そのお茶碗が割れるっていうことは自分の食べるもの、はい、不吉でしょこれ、ね、そう、入れる体力とか血となり肉となるものの、はいはいはい、を、いつもいただいてるものが割れてとても不吉だって取る地域もあるんですよ、うん、はいはいはい、だからそういう意味で言うと起こるであろうことを何か予知して守ってくれてたのかなっていう方かなと思いましたね。ありがとうございます。で続きまして、はいはい、絵描きみかんさんからいただきました。絵描きみかんさんですね、はい、はい。私は昔からいろんな体験してるんですけども、不可思議なね、はい、その中でも最近体験して思い出した霊による新人の洗礼について聞いてください、うん、何でしょう、はい、私は現在イラストレーター兼ショップ店員なんですけども、以前は看護師なんですと、まだ新人だった私はある病棟に配属されました、うん、そして初めて夜勤、うん、
そこでの夜勤は看護師1人、看護助手1人の2人体制、うん、夕方から翌朝まで約60人の患者さんを見るという、まあ、大変だな、すごい大変ですね、やっぱりね、ね、本当に過酷だね。で、まあ、若さゆえにね、うん、こう張り切ってたんですよ、疲れちゃうけどね、うん、で相方である助手さんと交互に1時間ずつ休憩に入る段取りをして、なんとか業務をこなしている、そして深夜、うん、その相方さんが休憩に入るということでナースコールの PHS を預かり、はい、で、詰め所で書き物を始めると、うん、すぐに患者さん用トイレからナースコールがあったんです、はい、でもおかしいんです。そこは動くのに介助が必要な方が入院する病棟で、うん、家族や医療者の手を借りずにトイレに行ける人は誰もいないんです。なるほど。で無理をして患者さんがそこね、うん、行ってね、怪我してたら大変だと思って、うん、ダッシュでトイレに向かいました、はい、で行くとね、トイレの外にナースコールを知らせるランプが光ってて、うん、音も鳴ってる、ピー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 ってなってる、うん、でも中には誰もいないんですよ、で確認すると皆さんね、ベッドでお休みになられてて、動いた形跡もないんです、うん、故障かなと思う。で、戻ろうとした瞬間にまた同じ場所からナースコールが、急いで行くと同じ状態、うん、はい、でも気づいたんです、はい、そのトイレはセンサーライトなんですが、うん、私がドアを開けるまで消えていたんです。お、誰かが中にあるコールを鳴らして、すぐなら明かりがついてるはずなのに、はい、ね、ドア開けるまで消えとったから、怖いのと同時に苛立ちを覚えた私はトイレのドアを全開にして来るなら来い、おお、いつぶやいたんですか。たねえ、するとあざけ笑うかのように目の前の無人のトイレからけたたましいナースコールが、プー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 って聞こえるんですって。怖っ。で止めても止めても鳴り続けるんで、わわわわわわ、絶対故障だってなって、でね、あの施設課に相談だと思って、いると突然停止しました、はい、で見ると休憩していた相方さんが、はいはいはい、ねえねえどうしたのどうしたのってこう様子を見に来てくれたんです、うん、で事情を話すと相方さんは大変驚き、うん、日勤隊に施設課の人に見てもらうようにしましたが、点検に来た施設課の人によると異常なしとのこと、うん、ちなみに相方さんが休憩から戻ってから一度もなることはなく平和に過ごしました、うん、だからね、こう相方さんがもしいたずらしてたとしても、まあね、手込みすぎてるし、うん、貴重な休憩時間をそんなことに使うわけ、ね、考えられないじゃないですか。だからあれは何だったのかなと思います。なるほどね。まあだからね、最初ご自身で文面の中にもありましたけど、うん、洗礼、うん、新しく入ってきた、新人の方へ、うんうん、ずっと多分そこの場所っていうのは、うん、通過儀礼みたいな感じになってるんですか ね、そんな気がしますね、うん、あ、この子来たと、はいはい、じゃあ初めてなんだろう、うん、ちょっと行ったろうって言って、うん、ボタンナースコールのあれをね、なんかそんな気もしますよね、でも本当多いんですね、あのこの病院のこういうナースコール系のお話って、ね、めちゃくちゃ聞くもんね。でね、はい、あ、すみません、まだ下の方にあったんですけど、はい、先輩ナースがね、はい、新人が来たから歓迎してやろうぜっていう、亡くなった歴代の患者さんのちょっとしたいたずらだよってやっぱ言われてるみたいですね。あ、やっぱそうなんだね、はい、言われてるみたいですね。じゃあ絶対に通らなきゃいけない、うん、やっぱ通過儀礼なんでしょう。なるほどね、うん、ありがとうございます。で絵描きみかんさん、もう一ついただいてまして、あ、そうなんですか、はい、ヤースーさんが助っ人でいらっしゃいましたらお聞きしてみたいこともあるんですがということでいただいてまして、ほうほうほう、若い頃私は進学のために親元を離れて、うん、女学生の下宿施設に住んでいた、うん、でそこでは朝食夕食を食堂で食べるんですけども、うん、私はバイトや外出などの予定によって夕食を食べる時間はまちまちだったんですね、うん、でそんなある日私が夕食食べようと食堂行きました、うん、そしたら一人の女性が食事中で、うん、で下宿生が当時8人いてて、各々の席も決まってた、うん、でその人は誰のものでもない長いこと空席になっていた席で飯食うとんですね。ただその下宿は仕事なので1ヶ月などの短期入居の人もいたので、知らない人がいても別に不思議じゃない、うん、あ、まあまあそうか、じゃあ別に普通でもあるんだね。ただなんとなく細身で色白ボブカットでうつむき加減で黙々とこうご飯食べて、で紫色のこうトレーナーの彼女、うん、すごい気になるんです、うん、何何あの子、うんうん、でその時は新しい人だなと思ったんで、こんばんはまた挨拶して、うん、そしたら彼女はバッと顔上げ、驚いたように目を見開いて、こんばんはって言うんです。ああ、ちょっと人が苦手な感じがして、感じの雰囲気ね。で、あ、これちょっと距離保ってないとかわいそうだなと思ったから、うん、いつものように自分の席でご飯食べ出した、はい、でも
これいくら経っても他にねこう学生が来なくて彼女と私だけの空間なんです、うん、でそのうち私は特に早食いでもないのに先に食事を終えてます、うん、彼女は隣の食卓テーブルでまだ黙々と食べてる。まだ食べてんだ。長ないって思いつつ、うん、でお先にということで声をかけて、そしたら彼女はビクッとして、はい、でまた食べます、うんうん、そのまま私は部屋に戻って寝て、で朝を迎えました、はい、翌朝下宿のおかみさんから新しい入居者の紹介があるかと思ったら何も言わないんで、おばさん新しい入居者さん入ったでしょ、あれなんていう人なのって聞いたら、うん、入ってないわよ誰も、あんたたち8人だけよ、何言ってんのこの子、笑われたんです。おで学校仲間の他の入居者もその話を聞いていたのですが、誰も何も見てないし会ってもいないってみんな言うんですね。昨晩食堂でのことを伝えると、うん、おかみさんは7人分しか食事を用意してないし、みんなは全員きちんと食事を食べたよ昨日の夜って、ましてやその彼女の座っていた席があったテーブルは普段から調味料とかね、はい、お土産とか荷物がどっさり乗っていて汚くて、うん、とても座って食事するような状況じゃなかったんです。長い間片側の8人テーブルしか使っていなかったのを知っていたはずの私がそれを忘れていたなんて、うん、と、なるほどね、当然ね、当時愕然としました、うんうんうん、泥棒か不審者かなんて話も出たんですが、うん、あ多分見間違いだろうねということで終わってしまったんですって、うん、でその後彼女を見ることは一度もなかったんです、はい、今でも気になるのは私が食堂に来る前から彼女がずっと飯を食ってて、で口でこうね口に運んでいるものも見たのに、うん、料理全く減ってないんです。そうなんだ、気がしたっていうね。あ、うん、で使える状態じゃなかったテーブルがその日はとても綺麗で、きちんと料理も載っていたこと、私は夢でも見間違いでもなく本当に幽霊を見たと思ってるんです、はい、ただものすごくはっきりと普通の人間に見えたんですが、うん、思いの強い幽霊だからそう見えたのでしょうか、幽霊が食事をすることはあるのでしょうか、教えていただけますと幸いですということなんで、ね、じゃあ安くんの会に僕がちょっと、はい、お願いします。ありますね、そういうこと。ありますありますね、うん、ちょっと鼻ひくひくしてるけどちょっと続けようかなはい、あります、そういうことありますか、うん、で実際、はい、ご飯が減ってなかったっていう、はいはい、ご飯も死んでるんですから、ご飯も死んでますねご飯も死んでるから減らないんですよ、これが、うん、ご飯も死んでる、ご飯もなくなって、はいはいはい、そうそうそう、で、浮かばない浮かばない時の顔じゃないんだ、あこれ違った、これはでもあれですね、なんかね、みかんさんは自分が食事してる時にそういう存在がいた時にさ、ここが本来なんかそういう調味料とかがいっぱいあったりとかして誰も座らない席だっていうのをさ、なんか本当は分かってんのにその時はそういういてもううん、ありっていうか、ありえるみたいな認識をしてるっていうことだよね、うんうんうん、俺そこがね、もうこういう体で不思議だと思うのよ、うん、なんかそこで疑問本来思うはずなのに何か自然にそうしてるっていうところがまず幽、なんかその幽霊体験に結構共通する部分だなっていうふうには思いますね。場所が覚えてたというか、その椅子とその座席が覚えてた記憶な気もするんですよね。そこでよく食べてた、その女の子、はいはい、うん、たまたまその勝ち合っただけやと思うんですよね、その時間、うん、その気候、うん、その日みたいな、なんかいろんな要素が重なって、うんうん、あの日みたいなね、うん、この椅子とテーブルが覚えてた記憶を見てしまっただけな気もするんですよね、残留思念みたいなやつですね、いわゆるね。だからその女の子もびっくりしてるんだよね、びっくりしてるよね、声かけられて、うん、うおなんで見えてんのっつって、そうだね、逆に幽霊がちょっとびっくりしたっていうパターンだよね、うん、まあ生きてる人よりも普段やったら絶対見えへん、その記憶なだけやから、うん、はい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 、でそれなんだっていうのは分かんないですけど、まあね、うん、何食ってたんだろうなとか思うよね。ねハーブチーズ牛丼とかかなで牛丼にちょっとチーズ混ぜて、ハーブかけて、そうなんですよね。だからこういうの俺そういうとこが気になるのよ、ね、なんか別にで覚えてないんでしょ、なんとなく何食ってたのかなとかが覚えてない。スーラータンメンとかでも嫌ですよねちょっととろみ気があったんで、ちょっと酸っぱいんですよ。なんかサンマー麺的な、サンマー麺とはまた違うのか、ちょっとサンマー麺野菜が多いですよ。あ、そうだね、なんかちょっと特殊な家ですよね。そう、ハーブチーズ牛丼もそうです。そう、いやちょっとじゃあ牛丼で良かったじゃないかって、ラーメンでええやないかとかもねね、牛丼がすごいびしゃびしゃのつゆだくでも嫌だしね、幽霊が食うてる牛丼なんか個性的、つゆ個性的ねみたいなね、なんか嫌じゃない。それかすごい紅生姜いっぱいとか七味すっげえ振ってあったりとか、嫌ですね、個性が見えたりするの。でもなんかちゃんとしっかり体験してらっしゃるなって思いましたね、うん、しっかりとね、うん、やっぱ体験してらっしゃいますわ、本当に面
よかった、ありがとうございます、ありがとうございます。というところで今回もいろんな投稿会でありがとうございました。以上でございます。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。始まりました、投稿会談会でございます。ありがとうございます。やってまいりましたけども、来ましたね。今日はなんかこう、不意に撮る感じになりましたね。そうですね、うん、なんかちょっと時間あるから、そうそうそう、ちょっと投稿会談撮っときますみたいな、みたいなね。もはやそういうね、なんかもうちょっときつきつやからスケジュールが、はいはい、うん、ちょっと間ができたらストック撮りましょうみたいなねえ、うん、まあでもこういうのがね、後々生きてくるわけで、あん時撮っといてよかったねと。まあまあまあね、そうなの。やっぱね、うん、レベル上げは常にしとかないとダメだから。そうそう、ゲームでね、急に強い敵が出てきた時とかに、そうですよ、やっぱあの時1上げといたから、橋渡った瞬間にね、暴れざるで、暴れざるサラームの話しとる、ね、そうなんです。あれはだって衝撃だったからね。ねえ、ロマリア行こうと、ロマリアからカザーブ行こうとしてるのに、カザーブ行こうとしたら橋やるから渡っちゃうからね。渡っちゃうんだから、これは暴れざると、暴れざると、これキャットフライね、キャットフライも出てくるよ。だからあの辺はだから僕たちの中でポイズントートとかを倒して、いやそうよ、なんだら楽じゃないかと。そうで、カザーブでキラービー4匹倒してゴールド貯めようとしてたのに、経験値26、ゴールド52だからね、4匹倒したらね。それぜ、これ絶対だから調べてみる。よく覚えてるんだそれは、ね、はいはいはい。あれでアッサラームはダメなんです、ダメなんです、あの状態で。ほんとはその後ノアニール行かなきゃ、上行かなきゃいけない。で、あそこって別に行っても行かなくてもいいイベントなんだよね、そうそうそう、シャンパーニーの塔も含めてね。そうそうそう、でもそこ行ってからだから、そうなんです ね、まあ、今回もカメロンクラブチャンネルで、ゲームの話を、ゲームの情報たくさんお届けしますよ。江戸横猫です、よろしくお願いします。どうもライオネスアスカンです。だからさ、最新ゲーム情報。いやほんとね、コメント欄で、はい、約1名です、あ、喜んでゲーム王国見てた人、あ、分かったね、はい、そう、よかった、ね、コメントしなくても喜んでる人いますよ ね、 本当にね、楽しみましょう今日も。あの頃のさ、はい、そのゲーム番組のさ、うん、DVD 出た星よね、スーパーマリオクラブも渡辺徹さんがね、司会でやってらっしゃったからね。俺すごい未だに覚えてるんですけど、うん、こんなん、これ動画で言ってええのかな、あの当時のね、そのまだ駆け出しってないのかな、はい、スマップが個人でマリオカートのゲストで出てた回があるんですよ。豪華だね、すげえ覚えてるんですよ。そうなんだ、子供番組じゃないですか、うんうん、子供番組やのにスマップの草薙さんがゴリゴリの革ジャン着て出てきたの、はいはい、めちゃくちゃ俺覚えてるんですよ、ライダース、ライダース着て、うんうん、でちょっと子供に上からなんですよ。それは嫌だな。だ多分草薙さんすごいいい人なんだから子供とのフレンドリーな感じをね出してんけど、はいはい、俺子供ながらにいやすげえなそうやなと思ったことがあったんですよ。ちょっとみたいなね。でもね、あれそういう方も出てたんで、ね、スーパーマリオ、貴重だね。さあ、投稿会談ですよ、ノブさん今日は。そうなんです、ここから舵を切っての、ええ、マリオクラブの話したかったな、もっと。いや、投稿会談の合間にもできるから。なるほど、差し込んでいこう、いきましょう、はいはい。ではまずミータンさん、ミータンさん、はい、福岡在住のミータンと言います、ありがとうございます。はい、ですね、ちょっと待ってください、うん、これ送っていただいたのが3月3日で、うん、ああなるほど、福岡で我々去年イベントやりましたよね、うん、ああやりましたよ。で、でその時に投稿送りますって言ってくれたらしいんです。あ、そうなんですね、ありがとうございます。その後12月11日に、はい、去年の年末ですね、ほぼね、12月11日に起きた出来事を送りたいと思います。ありがとうございます。正確には12月10日のお昼ぐらい前から私の体に異変が起きました、うん、朝は普通だったのに、うん、仕事してたら急に左肩が痛くなってきて、うんと、なんかこれ誰かしらの影響を受けている感じがするなみたいな、うん、で見える体質というか感じるタイプの霊感持ちなんですって、うん、でこの時も一緒に仕事している、方、この方も霊感の強い方なんですけど、うん、何かしらつけてきてる影響を受けてるんだろうなぐらいの感じだったんですって、はい、で仕事も終盤、なんとか仕事を終えた頃には体はすごく重くて、で頭の中もなんかこんがらがってるような状態なんですって、うん、でタイムカードを押したかどうかみたいな、その定かではない、記憶がちょっと曖昧な
感じ、はいはいはい、で仕事場を離れ家に着く頃には落ち着いてきたので深く気に留めることはなかったんですけども、うん、カレンダーを見たら10日ということで、うん、亡き父の月命日で、うん、あることが分かって、あ、そのせいかなぐらいの感じだったんです、ね、うん、で次の日は旦那のお母さんの四十九日で、はい、隣の県のお寺までね、うん、お二人で旦那さんと一緒に向かった車 で、うん、で私の車も影響を受けやすい車のようで、うん、旦那のお母さんの仮通夜葬儀と、はいはい、私は家と隣の県の斎場を3日間往復したんですけども、うんうん、その時も地元の県を走っている時は車普通なんですけど、うん、旦那の地元の県に入った瞬間に、うん、なんか車線逸脱防止支援システムが時々作動しましたって書いてあるんで、あの車こうまっすぐ走ってて、うん、ちょっとその車線をピッて出たら、うん、ピッピッてなる機能です。あ、なるほど、出てますよ、はいはい、教えてくれるわけね。そうそう、が急に作動したりとか、うん、あと警告灯がついてハンドルが引っ張られるような感じがしたりとか、うん、でそういったこともどんどん続いて、でタイヤの空気もどんどん減ってくんですって、うん、やばいじゃないですか。でやばいやばいと言いながら、まあ運転手が帰ってきました。旦那は最初に泊まり込んでいたので、うん、次の日私はまあまあスタンド行ってね、いろいろと見たところ全て正常だったんですって、うん、で次の日も同じ状況が続くんですけども、らららら、スタンドに行って調べても正常なんですって。何なんだろうねこれ。で葬儀が終わって、で義母が火葬されて、うん、で戻ってきたらその車の症状は落ち着いたんです。ああそうなんだ。話はちょっとそれてしまいましたが、うん、そういったことがあるような私の愛車、はいはい、他にもいろいろとあって何かしらの影響を受けやすいんですけど、うん、でお寺での法要が終わって納骨して解散の流れで帰宅したんですけども、うん、有料道路を走ってる時に旦那がこう運転しててね、で助手席に私はいたんですが、空中をワイヤーのようなものが黒い固まったような状態でこう、うん、ワイヤーがこうぐじゅぐじゅぐじゅってなってるような感じで、うん、空を待ってるんですって。なんか、ほう、なんでしょうこれは。でね、うん、助手席側の上空だったんで旦那は気づいてないようなんですけど、うん、スローモーションのようになんか動いてるんですって、うん、それが、うんうんうん、ぐじゅ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 つって、でそのまま通り過ぎて後続の車から物音がすることもなくそのまま帰宅しました、うん、ドラルコもチェックしましたがはっきりと映ってたんです、うん、でその日は朝も早かったのと前日も旦那の帰宅が仕事で遅かったので、まあ、早寝しましたと、うん、で、私は基本的にはリビングでワンちゃんたちと一緒に寝てるんですって、はい、で旦那は2階の部屋で寝るんですけど、うん、その日は疲れてたのでリビングのソファーで愛犬と一緒に眠りましたと、うん、でソファーは3人掛けなので大人1人寝るぐらいの広さがあります、うん、で私は床に布団を敷いて T の字のような形、はいはい、T の上の横棒がソファーで、ね、その下に縦に私が布団を敷いて寝る、はいはい、でソファーの下は人が通れるぐらいのスペースを空けていると、うん、で私は布団に横になって、まあ、YouTube 見てたと、うん、で旦那はソファーでいびきかいとると、はい、でね、我々の動画見たらしいんですよ。ありがとうございます。ちょうど動画見終わってから、うん、そろそろ寝ようっつって iPad を閉じて目をつぶった、うん、で部屋は真っ暗、うつらうつらし始めた時に枕元で人が動く気配がする、うん、あ旦那かなと思いつつ、うん、でも人の歩く気配はするけどこうトイレ行って戻ってくるようなそんな気配もないんですって、うん、で旦那のいびきも聞こえてきて、で愛犬はその時は私の足元で寝てる、うん、誰これは怖いね、うん、で、まるでソファーの上の旦那から何か出てきて、うん、床に降り立って歩いているというような感じがするんですって、うん、へー、で、あ、これ多分目開けない方がいいなと思ってそのまま寝たらしいんですけども、うん、最近ずっと2階に誰かいるような感じがして、あら、2階を1階全部調べたんですけど、うん、もちろん誰もいないんですね、うん、で調べ終わって下に降りるとまた誰かいる気配がする。なるほど。で四十九日終えた義母がお別れに来たのか、また別のこの世のものではない何かがいたのかわからないですけども、うん、ちょうど義母の四十九日の夜に起きた出来事なんです。なるほどね。以上でございますね。もうじゃあその後四十九日過ぎた後はその気配はどうなったのかはちょっと気になる ね。そこで気配がなくなってれば、まあその旦那さんのお母さんだったんだろうって、ね、思いますけど、多分ちょっとそこまでは分かんないってことだよね、うん、でその前になんだっけ、黒い、なんだ、ワイヤーロープのようなもの、こんがらがったものが空中浮いているっていう、
これ、だからそれが最初はついてきたのかなとか思ったけど、でもそれって多分旦那さんのお母さんとはなんか結びつきがなさそうだから、なさそうでしょう、別なんですよね、うん、だから車自体もなんか影響受けやすいみたいなね、言ってた ね、 だって車走っててエアが抜ける感覚ってよっぽど抜けないとないからね、タイヤの空気減ってるなぁなんて感じることはほぼない、ほぼないから、うん、でその状態になってしまうと多分まずいよね相当、んどれぐらい減っても、ガソリンスタンド行ったら実は減ってなかったから、あそうか、だからタイヤが空気抜けてるなって感じるぐらい多分揺れてるんですよね、じゃあ揺らしてるやつがおったんじゃないかっていうところなのか、あそう考えたらいろいろとねちょっと怖かったりもします、ね、なるほどね、では続きまして、はいはい、ポピーさんからいただきました、ポピーさん、はい、やっぱ思い出しますね、CM をね、車にポピーあったよね、あれ懐かしい、古いな、でもそれもきっとねめちゃくちゃ古いっすよ、そうだよね、あれでしょ、阪神師匠のでしょ、そうですそうです、だから車のポピーポピーみたいなやつね、だからもう、でも多分そういう年代なんでしょ、ポピーさんも、ポピーさん、いや、それ分からんけどね、いや、多分そう、車にポピーから取った名前かどうか分からんけどね、ちょっとそこのとこはっきりしないと、だめだ、よろしくお願いします、懐かしい話ですね、車にポピー、はい、行かないですよ、車にポピーの話、車のポピーの話すんのかよ、もうあらかたしたろ、もうこの後階段を聞こうとする体制になってる、みんな階段を聞こうとする体制になってるんだろ、このなってますなってるなってる、あ、いやなってないなってないでしょ、車にポピーの話だとあるかじゃあいつもありがとうございます、本当に、はい、ちょっとね、待ってください、私が高校2年の時、うん、大好きな祖父が入院していました、うん、でこうリハビリをねこう頑張ってはって、はい、私は部活のコンクールを控えてたんです、うん、でおじいちゃん子でね、うん、でおじいちゃんいつも味方してくれてて、うん、すごい応援してくれてる、いいじゃん、ただ入院してからは弱った姿を誰も見られたくないっつって、年間に来なくていいよっつってて、うん、もうおじいちゃん頑固やからね、うん、で来ないでいいみたいな、うん、でも今思うと言うこと聞かないで怒られても言っとけばよかったなと、今思う時があります、はい、それはコンクールを終えて県大会が決まった頃、うん、おじいちゃんに報告したいと思いながらの帰宅、うん、お母さんに手紙を渡してもらおうかな、会ってもいいか聞こうかな、そんなことを考えながら帰りました、うん、電車が木々を抜け視界が開けた時、キラキラと眩しくて目を閉じそうになるくらい夕焼け空が黄金色に輝いていました、未だにあの日以上の美しい空を見たことは私はないんです、なるほど、その夕日を見とれながら、うん、おじいちゃんも見てるかな、会いたいななんて思いながら、うん、ね、こう電車を降りて家に着く、うん、ただいま、玄関開けたらね、うん、お姉ちゃんが泣きながら玄関に走り込んできた、うん、おじいちゃん亡くなった、姉は泣きながら言いました、あの美しい夕焼けって虫の知らせだったのかなと今でも思うんです、ね、それからしばらく経って、うん、私が20代後半実家を出るまで、うん、まあいろいろとね人生のこう岐路に立つと、うん、どこからともなくいつも同じハガキが目の前に出てくるようになるんです、それっていうのは、うん、唯一おじいちゃんが直筆で私にくれた年賀ハガキでした、あそうなんだ、そこには、あ羽馬頑張ってね、うん、これかけっこ頑張ってねって意味だと思うんですけど、うんうん、小学校の時に、ね、あなるほどね、うんうん、亡くなってなおそっと応援してくれてるのかなと、うん、そのハガキが私の目の前に現れるたびに勇気をもらっていました、うん、なるほど、まとまりはないですがおじいちゃんの話です、いや素敵じゃない、そして、うん、私の実家はお寺なんですが、はい、これはもう一つお盆に実家で起きた不思議な話も聞いてください、はい、父も祖父もお坊さんでしたが、うん、それぞれ違うお寺で、祖父が亡くなった後、祖母と住むため、うん、まあ、今まで住んでたここ卒業まで住んでたところから同じ市内の、うん、お寺の境内に自宅を建てて、うん、で短大に上がる時に私は引っ越しました、なるほど、これはその時の自宅での話なんです、うん、短大を卒業して一度実家に戻った私はもう出てるからね、部屋がないと、うんうん、で玄関を入ってすぐ横にある客間を曲がりしてた、なるほど、で、冬はねもう北の方にある部屋からめちゃくちゃ寒くて、あでも夏は涼しい、うん、で北側と東側に窓、南に引き戸があって、開けたらすぐ玄関というね、うん、感じなんですけども、でもその部屋に住んでから金縛りによく会うようになったり、もうなんか夢の中でね、うん、あこれリアルに死ぬんじゃないかなっていう夢よう見たりとか、怖いね、同じ夢を見続けたりとか、ほうなんかこう結構ね、いろんなことが起きたと、うん、で金縛りもね、うん、いろいろと体験するんですけど、うん、当時私は科学的にも金縛りは解明されるってねこう思い込んでて、あそういうタイプの考えだったね、うん、で夕方金縛りに会った時に目を開けて部屋を見た時、うん、で、家具の配置が違う、あでもこれ夢なんだな、はいはい、
と気づくことがあったり、うん、あんまりそのね、あの怖いって感覚がもうちょっと消えてたんですって。なるほど。である日いつものように、午後ベッドでうたた寝していると、うん、耳鳴りとともに金縛り、うん、あ、めんどくせと思いながら、こう南のドアの方から何やら音がする、うん、いつもと違う様子にちょっとだけ不安になっていると、うん、引き戸がスッ開く音がして、開いた瞬間に、うん、たくさんの足音とザワ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 っていう話し声のようなものが私の体をこう通り過ぎていくというか、私の体の上を歩いていくような感じがして、うん、すっげえな、で、すっげえなって言ったね、今。やっぱ方言、方言、独特の方言。いやいや、言っちゃったよそっちの方言、方言、そっちの方言何やろすっぎょいな、すっぎょいな、すっぎょいも言ってない、すっぎょいなって言われながらチンポジ直しますね。いや、じゃあこれは違うよ、チンポジじゃない、ここだよ、ここ膝裏、もも裏もう俺がこの辺描くと全部チンポジに見えるだろ、これ。いや、いつってもこの今撮影中にもも裏描くタイミングないわ。めっちゃ痒くなってんだよ今これ。今このお話聞き始めてからなんか、もも裏が痒くなった、もも裏が痒くなってきた。でね、足音がしてざわ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 自分の上通り過ぎていくと、うん、で、こう北側の窓の方へこう抜けていくような感じでね、消えてったんですけども、で、何だったんだろうみたいな、今の怖いんだけどみたいにね、ちょっと怖い感覚が消えてても一瞬そう思ったんです。まあ、もちろんそう怖くなるんだろうね。そしたら今の集団に若干遅れてるかのように、あら、タッ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 って誰かが走ってくんですって、うん、で、その足音、私の足元で止まったんです。いやいや、行っていいよ。で、見えてないんですけど、うん、なんかめっちゃこっち見てる視線感じるんです。うわ最悪やつ、めっちゃ見てるっつって、うんうん、絶対そっちの方私見たらこれダメだな、よくないね。だからこうね、ギュッと目を閉じて、うん、もう関係ないから早よ行けよっつって、心の中でずっと念じて、うんうん、で、多分足音の感じから、うん、なんか小学生ぐらいの子供の感覚がしたんですって。あ、そうなんだ、はい、どのぐらい見つめられていたか、ちょっとわからないんですけども、うん、しばらく経ったらタッ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 と北側の窓の向こうへまた消えていきました。なるほどね。で、怖くはなかったんですけども、うん、なんだ今のはと考えてたら、自宅の南側には道路を挟んですぐ川が流れています、はい、で、北東側には塀があり、直接見えはしないんですけども、うん、その塀の向こうにお墓が見えるんです。そしてその日はお盆の入りでした。あ、なるほど。で、みんな川に運ばれてあの世からこの世に帰ってきたんだなって感じた体験なんです、うん、ちなみに後日父に聞いたところ、私の曲がりしている部屋は、うん、こう鬼門、はい、場所がなるほどだったと。で、実家にいる間は変なことばっかりだったんですけども、うん、一人暮らしを始めるとそういった経験全くなくなりましたと。そんなお話ですね。川からね、まあ、あと海から、はい、まあ、そのご先祖様やってくるっていうことも言うんで、うん、で、まあ、その盆の入りだったっていうところですね。たっ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 つってね、なんか変わってるなって思ったのは、はい、集団で、まあ、みんなわーって来た中で、まあ、男の子かどうか分かんないけど、ちっちゃい子だけがちょっと遅れて、うん、後ろから待ってみたいな感じで歩いてるのがちょっと想像できて、ね、それっていうのはなんかすごく珍しい体験だなって、なんか独特ですよね、うん、思いましたね。来るのは分かりますかね、うん、で、なんか体験的にもなんだっけ、おじいちゃんのお話も良かった ね、うん、うん、なんか綺麗な景色が見えたっていうことと、おはがき、うん、直筆のはがきがそのタイミングなんだ、自分が困難になってる時に届くみたいなね、届くというか出てくる、出てくるんだ、いつも入れてあるところから、はいはいはい、あれなんでまたみたいな、意識してるわけでもなく、その時になと現れるとね、すごいお話、ね、ありがとうございます。じゃあもう一つ、もう一ついきましょうか。はい、いきましょう。はい、アンズさんからいただきました。アンズさん、ありがとうございます。ですね、ちょっと待ってくださいよ。どの田中さんの話を聞いて投稿しようと思ったんですかね。田中さんの話を聞いて投稿しようと思ったの。欲しいかな。それか俺らのチャンネルで多分投稿で田中さんっていう方、俺なんかやらかす田中さんっていうののお話なんかが俺投稿。した投稿というか話は覚えるけどね、どっちなんだろうね、ちょっと分かんないんですけども、はいはいはい、兄のお嫁さんが霊感バリバリの方で、うん、本来見えても気にしないで大丈夫ぐらいしか言わないんです。そのお嫁さんに無理やり、私がですね、うん、なんかこう幽霊見えるみたいなことを聞いたことがあるんですって、はい、で、私はですね、うん、その時9体の手足とかが
こう絡み合ってたんですって。えそのお嫁さんが言うのか9体そう。おうで、1個だけ顔があるんですけど、その手とか足とか多分違う人の、はあ、いろんな人の足とか手とかが絡み合ってるんです。はいはいはい。でその感覚ですけど、顔は1個しかないんですけど、うん、多分9人ぐらいついてるんじゃないかみたいなことを言われたんですって。で、今の私何体なのって聞いたら9体って言われたと。で他に幽霊が見える方から例え話をされたんですけど、ちょっと聞いてくださいと、はい、100円玉で例えます。この子は霊感強いよ。みんなはね100円玉が落ちてて見つけたら寄っていくでしょ。でもねこの子は100円玉に気づいてなくても100円玉から寄ってくるんだよ。ほうほう。この話をその兄の、うん、嫁にも話したんですって、うんうんうん、どうやら私は連れてくる体質のようなんです。で、まあ、その田中さんの話で7体の幽霊がついているっていう話だったらしいんですけども、うん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 、きっと霊感のある見える方が私を見たら体調を崩してしまうのだろうかとふと思い出したんです。さすがに9体いることが分かった時にマジかと思いました。いろいろと今まであったんですけども、今回は私もびっくりです。今はどうやらその9体はもういなくなったらしいんです。うん、なぜいなくなったかというと、大概私についてきた霊は1週間程度でいなくなるんです。そうなんだ。で9体の霊は半年かかりましたが、うん、一体顔の幽霊ですね、顔を出してた、ね、うんうん、顔出し OK の幽霊ですね。顔出し OK ってまあそのちょっと意味合いが変わってきますね、はい、みんなこうやって映るんですけど、ね、いやいやいや、その幽霊だけは顔出して、ね、出してんだ、うん、お客さんつきやすいよね。加工してますよね。あこの辺はね、うん、いや、不足の話やねん。いや、なんとなくね、結構みんなこうやってる人が多い中で、でね、堂々と出してるというか、この顔出ししてた幽霊は、うん、なんかね、その見えた瞬間、お嫁さんの方に行っちゃったんだって。おー、そうなんだ。で、そのお嫁さんが3日間寝込んだと。で、お嫁さんよく冗談ですが、この子は怖いんだからねと言ってます。ちなみにお祓いなどはしてないんです。はあ、なぜなのかも理由があるんですけども。次の機会に話しますね。これ多分ね、ノブがさ話してた生き量のやつでしょ、思い出した。そう、ね、生き量で一体だけ、そうそうそうね、あの話だよね、多分そうやね。で俺も聞いてた、あ田中さんのね、あれだと思って、ね、めっちゃ怖いんだよその話も。あれ嫌ですよね。嫌だ。いや一体だけ死んでんすよ。そうだよね、うん、他生き量でみたいなパターンのやつで、うん、まさにそれ、その話を聞いて私もって多分思い出したっていうところですけどね。これもね、まあそんだけね人数ついてて、この顔の正体知りたいですよね。早く知りたい。何なんだろう。ちょっとお待ちしますね。ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。というところで以上、投稿階段階でした。ありがとうございました。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。投稿階段階でーす。ね、急にスイッチ入れましたな。はい、急にスイッチを入れることが僕もできるよってところをちょっと今アピールしましたしてみたんですけど、でも使われるのはこっからです。ウピウピー。いやマンボくん、いや分かれやマンボくん、ね、マンボくんの次に流れてたらいいんだけどなと思って ね, ね、ちょっと流行ってるんですけど、ね、僕たちもねやってますけれども、ね、今日は暑いですね。今日はだって梅雨の中の真夏日だって言って、やばいでしょ。30度ぐらい行ってんのかな東京で。あのね、うん、今日ちょっとみんなにね差し入れを持ってきたんですよ。はい、なんかこうねいただいたので、うんうんうん、そのチョコとかいっぱいあるからみんなで食べようと思って、チームでね、そうそう、みんなでね、でそのチョコをねいっぱい入れてきて、はいはいはい、俺ちょっと美容院行ってたんですよ今。ああ、そうなんだ。で、うん、そのチョコを忘れて、これはすごい。でね、こうこっちついてよ、はい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 、終わって忘れてて、あ差し入れあったわと思って、チョコやと思って、うわー車の中に置いといたってことでしょ。うわーこれはもうもうドロ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 でしょ。うわー逆 M&M ですね。どういうこと。お口で溶けて手で溶けないから、どういうことでね。はい、でそれがちょっともうやってもうたなみたいなのとかあって。なるほどなるほど。ちょっとね、うん、なんかうまくいかない。いやだそれだけだろ今日は。いやそれがあったけど、でもこの後もほらのぶさんスケジュール詰まってますんで。そうなんだからね、うん、これでうまくいかない時は、うん、この時はやっぱうどんだろと。うまくいかないからね、俺にエピソードをくれと。なるほど。俺にエピソードをくれっつってうどん屋行ったんですよ。行ったんだ、あそこの因縁のうどん屋。今日はできる店員さん。じゃあ特に何も起きない、起きなかった、何も起きないし空いてた。あ、いやちょうどよかったんだね、うん、残念だな。 ね、いつもなんかいくつうどん屋に行くと何かが起こるっていうね、はい、この前二次災害みたいな。そうなんですよ、何も起きずにね。これからじゃあ何かあったらまた届けてくださいと。
だそのまとめ。いやでもうどん屋行こう。だってうどん屋の話題が出たらみんな期待してるから ね、トピックをね期待していただいてると思うんですけど、はい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 、もうまだ喋ります私は。おまだ喋ります。まだ喋る、喋り足りない。喋り足りない。なかなか行かない。投稿会談。投稿会談会なの全然行かないじゃないですか。全然行かないですよ。怖いでしょ。怖い。とあるね、はいはい、僕らって違うチャンネルとかもよく出るじゃないですか。あ出ます出ます、ね、違うチャンネルでたまにちょっとどんなコメントをいただいてんのかなと思って、うん、覗く時あるじゃない、うん、やっぱ腹立つのありますよね、うん、あった。うどん屋以上に腹立つのやつあった。ありましたね。僕のことをね指してるんでしょう、はい、こいつは、オカルトでお金を稼ぎ出してから、うん、すごく嫌な顔になっている。ちょっと待ってくれよと。待ってくれよと。俺の裏垢バレたか。いやお前やったんかい。いや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 。そんなね、な心ないコメントを書く方いらっしゃいますからね。いやまあまあ中にはねいらっしゃるんです。うん。あとあれどう思います。どれ、初めてコラボする方のところに、うん、はい、ね、出た時に、うん、やっぱりその今まで出てないんで、うん、自信ある強めのお話いただけますかって言われるじゃない。まあまあ、はい、そうですね。だからそれするでしょ、うん、でもその中でも、うん、2年ぐらい話してない対談をね、はい、持っていくんですよ。なるほど。でね、この話はイベントでも喋ってないですし、うん、なんかチャンネルで1回やってから、うん、そんな話してないんですよ、ほぼほぼ、はいはいはい、2年ぶり。なるほど。2回目、うん、甲子園みたいな感じで言ったけど、うん、でも、うん、そこのコメントでね、ノブさんは、ノブは新ネタをやらないって書かれてて、あ待ってくれよと。うちの兄貴の裏垢もバレた。いや兄貴やったんかい。吉田家総出でマジで ありませんでもそれ。いや全然ありますよ、ね、俺もそうだし、うん、結構あったね。あるでしょ、うん、初耳とかもね。初耳もそう。だから初耳会談で、はいはい、ね、例えば話したお話とかをさ、はい、まああるじゃん。で、まあ、これはあるんですよ。そう俺のね、ちょっと聞いてくれよ、そうっすか。初耳会談で喋ったとあるお話があるんですよ、はい、で、そのお話ってのは本来僕が喋るはずじゃなかったの、うん、僕がじゃない人がゲストで来るはずだったんだけど、そのゲストの方が急病で埋めたのね。ね、だから吉田さん代わりになんか喋ってもらえませんかって言うから、はい、じゃあ今度七不思議チャンネルで撮る予定だった話を先にやったわけですよ。そうしたらそれが先に流れるから、僕が後でそのチャンネルでやって話をやると、これは初耳会談で聞いたことがある、僕は誰かの結晶吹いたわけだ。怒ってるな、はい、ありますから、そういうことよく噛まずに言えました。言えました。頑張りましたけど ね、ということでね、これからも皆さん愛してくださいね。よろしくお願いします。ということで、はい、ちょっとまだ話さない。もういいだろ、もう行、ね、きましょう、はいはい、MA さんからいただきました。 MA さん、はい、怖い話、怪談というより、うん、いやちょっと人怖寄りなんですけども、はい、実の父の話なんです。うん、私が保育園に行っている時に、はい、まあ、その両親離婚して、うん、で新しいお父さんができたんですが、はいはいはい、離婚してもね、うん、変わらずに週末は本当のお父さんの家によく泊まりに行ってたと。うん、なるほど。で私が多分小学校低学年の時なんですけど、はい、その頃はまだ自分の携帯とか持ってなくてね、うん、で、そのお父さんの携帯をね、うん、こういじってたんだって、うん、子供よくやるでしょ。なるほどね、うん、でよくわかんないんだけど、こうピッ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 動かしてたら、うん、電話帳が開いたと、はいはいはい、で登録してあるアドレスの名前を一個ずつ見ていってたんだって。あ、まあまあね、なんか何が登録したのかなみたいなね。そうで、すると電話帳の中に腐れ〇〇死ね〇〇とか書いてあるんですって。で登録してあるんだ、うん、で私の新しい名字で携帯に登録されてあったところがそういう風に書かれてたと。あ、なるほど。そしてその画面を開いたまま父に携帯貸してと言われ、焦った私はそのまま渡してしまい、うわ、父の顔色を見たところニヤッと笑われました。当時すごく怖かったのを覚えています。その父とは今もまだ変わらず仲良しですけど、きっとずっと忘れることはない出来事だなと思っていますと。わ、ね、すごいな。なるほど。すごくね、ね、言えたでしょう ね、 ね、もうね、まあ、どういうね、いくつかわからないですけども、わかんないから何とも言えないんだけど、やっぱいろんな、
思いがあって、そういうね強い念が飛んでそうですよね。いや本当そうだと思うよ。でそして最後になんか似合って笑ったっていうのもなんかそっかそんな感じかと思っちゃったな。気持ち悪かったすごくね。はい、じゃあ続きまして、はい、レイレイさんからいただきました。レイレイさん、はい、髪の長い女っていうタイトルでねいただいてます。ありがとうございます。私が高校時代の頃なんですけども、うん、通っていた高校は女子校、はい、でね、部活は水泳部だったんですって、うんうん、で、夏は校内にある、外のプールで練習、うん、プールの隣に2階建ての建物があって部室になっていたと、はい、で建物は1階に授業で使用するロッカーがあって、うん、プールの授業でね、うん、で入り口横にある窓が開いているとロッカーの入り口が見える仕様でした、うん、放課後いつものように部室に向かっていくと建物に行く途中坂道があるんです、うん、でその坂道を下っていると窓が開いているのが見えたと、はいはい、で見てみるとロッカーの入り口から髪の長い女の子がこっちを見とると。で、レイレイさん目悪いんですね。うん、で目悪いから顔はぼやけていて誰かわからなかったんですが、うん、部活の中に髪の長い人は先輩一人しかいないんです、うんうん、できっとその先輩が驚かそうと待ち伏せしてるんだと思って、うん、なるほどね、ロッカーの中に入ると誰もいませんでした。部室のある2階に行っても髪の長い先輩はまだ来てなくて、うん、他の部員に確認してもまだ来てないよって言われました。髪の長い先輩は後から何事もなく部室に来ました、はいはい、顔ははっきり見てないんですけども髪の長い女の子と目が合っていたように感じて、うん、後から考えるとあれは一体誰なんだろうと思います。なるほど。私が通っていた高校は怖い話が結構たくさんあったんです。古い学校だったので今は取り壊されもう建物は一つも残っていませんが、ということでね、オーソドックスだね。水泳部のね、うん、物質に水泳部、まあだからまあ水泳部ってほら事故もつきものとも言うじゃないですか。まあ水にまつわるものであったりとかね、そういうものあるだろうから。髪の長いね、なんかカツラをつけて女子部員のふりした痴漢とかやったら怖いですよね。うわ怖っ。あーでも、うん、なるほどな、人怖パターンでね。今だとほら結構最近そういうの騒がれてるじゃないですか。そうでカメラもあるし、カメラというかそのね校庭入れないじゃない、うん、監視カメラついてるし。そうだね。で学校内に入れないようになってるんですけど、昔ってねゆるゆるですよ、ガバガバだったから ね、 ね全然入れるよね。小学校の時とかさ、うん、校庭見てたらたまに知らんおっさん入ってきてたでしょ。いやもちろんもちろん犬がうんぬんとかいう話も ね昔はあったけ ど、 けどもう知らない人全然いたよ、ね、で結構となんかよ、まあ、その係員とかにね、はいはいはい、止められてたような気もする し あと勝手にね学校の近くにね露店みたいの出て商売やってたやつがいたの。ああはいはいはい、はい、でもう小学校出て校門出て左の方に10メートルぐらい行ったところの本当学校の敷地出てすぐのところに、うん、なんかいわゆる敵屋さんみたいな感じの露店が1軒あって、うんうんうん、くじやってるの、はいはい、100円で1回って言って、うん、後ろにファミコンとかのカセットとか。あほんまに露店の。そうなの、いきなり出てるのよ、ね、別にその縁なんかそういう日でもないのだよ。はい、だからみんなやるじゃんファミコンが欲しいから。なるほどな。全然当たんないんですよ。当たらないでしょ。そうで学校から文句言われて出てけみたいな言われてなって、あくどい商売やってたやつじゃん覚えてる。なるほどね、だからそういうパターンやったら怖いよね。何があるか分かんないもんね。何がそうそう侵入者っていうパターンの可能性もありますから。そうそう怖い怖いこれは。では続きまして、はい、トウモロコさんからいただきました。トウモロコさん、ありがとうございます。 C ないんですよ。ないんですよね。トウモロコさんね。不思議な体験なんですけども、はい、結婚して4年経った頃に、うん、なかなか子宝に恵まれずに不妊治療を開始したんです、はい、しかし治療を開始から2年経過するも妊娠することはできずに、うん、ただただ時間とお金だけがなくなりました、うん、なるほど。なかなか授かれないことに対する苛立ち、周囲はどんどん妊娠していって、うん、で出産2人目、と続いていき、さらにそこに義母からの孫を早く産めようとのプレッシャーで毎日私は泣いていたんです。かわいそう。そんなある時、うん、不思議な夢を見ました。パジャマ姿で真っ白な部屋に佇む私の前に、うん、狐のお面をつけた看護師さんが、タオルでぐるぐるに巻かれた何かを大事そうに抱きながら近づいてきて、うん、おめでとうございます、女の子ですね、あららら、言ってきたんです。ちょっと縁起がいい感じで、私は顔を見せてほしいと伝えると、うんうんうん、今はまだ早いですね、そうですね、あと1ヶ月ほど経ったらお見せしましょう、そう言うと その女性を私に背を向けて去っていく。変な夢ですね。そこで私は目が覚めました、はい、普段夢とかあんま覚えてないタイプなんですけど、この時の夢だけははっきりとセリフまで覚えてると。
で今でもそれって思い出せるんですって、インパクト強かったから、はいはいはい、でその夢を見た1ヶ月後妊娠、これはすごい、あの夢に出てきた人が言ってた1ヶ月後に見せるってこのことと、へー、現在子供は4歳、はあ、とても元気な女の子です。わあ、よかったね。子供が欲しいと思いすぎていたために見た夢なのか、それとも予知夢だったのかはちょっと謎ですけども、とても不思議なお話ということですね。すごいですね、うん、不思議ですね本当にね。でその夢の中で言ってた女の子ですよっていうこともあってたし、当たってますし、ね、1ヶ月後になったらお見せしますってことも当たってるし、だからそういうとこも含めると、ただ子供が欲しいから見た夢とはちょっと思えないような感じがしますよね。まあそうですね、その狐のお面が何をねしてんのかちょっと分かんないですけど、そこがねちょっと謎なんですよ。もしかしたらその狐さんをね、はい、まあ、先祖が信仰していたとか、はいはい、稲荷信仰してたとか、ね、そうそう、稲荷信仰していたとか、そういうのは関係してくるかもね。ああ、なるほど。今のトウモロコさんは別にそういう、信仰がなかったとしてもね、そう先祖の方がみたいな、うん、じゃあちょっとこれはかぶって知らせてやるかみたいな、なんかね、そんな気もしますよ、ね、いいお話ですね。続きまして、はい、白州さんからいただきました。白州さん、はい、今から10年以上前の夏、うん、自宅で体験しました、はい、当時奥さんと2歳の娘と、うん、まあ、静かな、ね、場所にある3階建ての戸建てに3人で住んでたんです、はいはいはい、で10年以上前の自分は接客業に従事していて長時間労働当たり前だったので、うん、休みの日はもうほぼほぼ寝てたと、うん、でその日 もう寝て過ごしたんですけども、奥さんと娘、ちゃんはですね、うん、奥さんの実家に行ってくるっつってて、うん、で当時の奥さんは専業主婦、育児から解放された思いと奥さんの実家は可愛い孫を見た思惑が噛み合ってたびたび実家に帰っていた、うんうん、なるほど。そんなこともあったので実家に帰るねと急に言ってきても違和感なく受け入れました、はいはい、気をつけて帰ってきてねと言うと自分はまたベッドで二度寝、うん、どうやら実家から迎えがすでに来ていたらしく、うん、すぐに迎えの車に乗るべく家を出てきました、うん、ガチャと玄関の扉を閉めて鍵をかける音が寝ている3階の寝室まで聞こえてきました、うん、どのぐらい寝たかはわからないですがしばらく寝ていたと思うんですが、そしたらね、うん、ガチャってまた鍵が開くことがして、うん、トントントン階段登ってくる音がするんですって、うん、でパパ、さっき出かけたはずの奥さんの声、うん、で2階の階段とリビングにつながる引き戸を引くガラガラガラって音も聞こえたと、はいはいはい、パパどこにいるんパパ、この時自分は、うん、いやいや、さっき寝室で寝ようとしてる俺に実家に帰るって報告してきたやないかと、うんうん、どこにいるか分かるやろと、うん、心の中で思いながらもちょっと眠たかったんで、うん、ちょっと無視しようと思ったんですって、はいはい、そしたら足音が3階の階段に迫ってくる、うん、ドン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 ってね、うん、でパパパパどこ、ドンドンこうね足音が聞こえるんですって、うん、ドンドンっていうね、はい、でこの時自分はなぜか寝ながら、うん、あ、ちょっと寒なってきたな、え、あれ冷や汗かいてる、あれ、あ、体動かへん、あ、金縛ってんのか、でも眠いので、うん、まあいいかと気にせずに、はい、そのままいました、うん、3階の寝室前にドンドン足音が到着したんですね、うんうん、はい、で引き戸が引かれ奥さんが入ってくる、はい、寝てたんと奥さんが言うんです、うん、で 4,5 歩ね歩いてきて、はい、はあ、ほんまに寝てるんやって言われるんですって。でこの時もう寝てるふりしててるからね、うん、で驚かそうとしたんですって、あ、はいはい、でうわーみたいなんでね、うん、でもさ驚かそうと思って行こうと思ったら体動かないんですよ。おでどん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 冷や汗が出てくるんですね。いや全然冷や汗止まる、何これ、これ奥さんちゃうんちゃうみたいな、うん、今までに体験したことのない金縛りらしきもので体が動かない中冷静に分析してる自分もいてる、はい、奥さんは自分が寝ていることを確認すると、うん、3階から2階へ、うん、2階から1階、玄関のドアを開ける音がして出ていきました。しばらくして金縛りも解けたので急いで玄関まで降りていって確認する、うん、そしたらあまりに音や声がリアルすぎて夢だとは思えなかったから、うん、こう確認しに行ったんですけど、はいはいはい、そしたら1階の階段を降りている最中にあることに気づきました、うん、さっき奥さんが出かけるときは鍵をかける音してたし、はいはい、戻ってきたときも開ける音してたよな、うん、また出ていくときに扉開ける音はしてたけど、うん、鍵を閉める音はしなかったよな、なるほど、うん、玄関の扉の鍵なんですが鍵がかかっていない状態なら縦、かかっている状態なら横になっているので、はい、階段を降りたらこの見えるんですね、うん、
で意を決して鍵の状態を見ました、うん、鍵は縦だったんです。その時自分は初めてブルブル震えて動けなくなる状態を体験しました、うん、しかし動かないわけにもいかないとまた決意すると同時にもしかしたら奥さんは鍵をかけ忘れたのかもと思い、うん、かかって、いなかった鍵を閉めて携帯電話で確認しました。はいはいはい、もしもしママどうしたん、鍵かき忘れてたで。いやいやいや、ちゃんとかけて出たよ。いやそうなん、じゃあ途中で帰ってきたでしょ、うん、いやいや今高速道路やし帰られへんよ。うわ、ちょっと待ってくれよと。じゃあ俺がさっき聞いたあの一連のやつは何なんやと。いや鍵開いてたでと、うん、何言ってるか全然わかんない。奥さんに事のあらましを説明しましたが信じてもらえなかったんです、背筋が凍る体験はそれ以来していないですが、あれは間違いなく確実に奥さんの声だったんです、うんうん、が一点だけ雰囲気が奥さんじゃなかった、うん、あの時自分が体験したのはまさしく事実で、奥さんの呼びかけに対して返事をしなかったことで厄災から逃れられたんじゃないかなと思っているんです。あ、なるほど。この話を聞いて皆さんどう思われますか？感想を聞かせていただけたら幸いですということでね。ゾクッとくるようなお話ですね。いわゆる化けてたパターンなのか、奥さんのふりしてね、よくわかんない魔物みたいなもの。でも寝てたら助かったってことでしょ？だって普通に上がってきてパッパッパッ探してんだよね、うん、探して本当に悪意持ってきてんだったら寝てようが起きてようが関係ないもん、うん、あ本当に寝てるんだみたいなこと言ったんだっけ、うん、それで本当に寝てるんだで終わっちゃう、終わって帰っちゃうんだよね。俺は奥さんの生き量だと思います。あ、勝手に飛んでってるパターン、運転して高速道路でいながら もお父さんかお母さんが迎えに来てくれるからね。あーそっかそっかそっか、別に乗ってるだけでボーっとしてるだけで、だからそのねものすごく一生懸命働いてるけど、うん、本当は家族で過ごしたいと。あーなるほど。でもう仕事で忙しいの分かってる、うん、分かってるから休ませてあげたい、うん、でもたまには子供と私と一緒にどっか行ってほしい、ご飯一緒に食べたい、うん、そういう葛藤の中実家に行って外を見ながら黄昏れてる時にふわーっと息量が飛んでって、素晴らしい考察でね、本当に寝てるんだ、本当に疲れてるんだっていうのを確認だけ戻っていったんじゃないかな。カタ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 、コメントが来ているな。ノブはいつもそういうコメントばかりする。いや毎回同じちゃうやろ。毎回同じちゃうわ、腹立つな。いやすごく聞いて、ああなるほどなかなって僕は思いましたね。なるほどね。話読んでて悪意がなかったんですよ、はい、ああ全く、はいはいはい、冷や汗はかくんですよ、それは生き量来てるから、ね、怖いからね、うんうん、っていう感じかな俺は、うん、いやすごく別に奥さんも悪意を持ってじゃなくて、うん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 、そういう家族ならではの過ごしたいっていう気持ちがそうなった可能性があるんじゃないかっていうことですよね。いい話です、ね、ありがとうございます。いやこれねいいお話ですよ、ね、いやだから聞いててなんかね、あ多分そういう、うん、ま、魔物じゃないけど、はいはいはい、そういうかなと思った思ったけど、うん、でその鍵の部分とかそういうのがリアルだったから、そうね、聞いててゾクゾクしちゃいましたね。ということで、はい、以上でございますね。素晴らしかった、投稿会談会以上でございました、はい、ありがとうございました。